ジョン・ウィリアム・ガードナージョン・ウィリアム・ガードナーは、アメリカ合衆国の政治家、リンドン・ジョンソン政権で保健教育副市長官を務めた。政府系非営利団体、コモン・コーズ、インディペンデント・セクターの創設に携わり、アメリカ社会のリーダーシップに関する本など、多くの書籍を執筆した。また、アメリカで権威あるフェロー制度、ホワイトハウス・フェロー、 ジョン・ガードナー・フェローシップの創設にも関与し、1964年に大統領自由勲章を受賞した。ジョン・ウィリアム・ガードナーは1912年10月8日にカリフォルニア州ロサンゼルスで誕生した。ガードナーは心理学を学び、スタンフォード大学で1935年に心理学の学士号を、1936年に心理学の修士号を取得した。 ガードナーはカリフォルニア大学バークレー校へ進学し、1938年に心理学の博士号を取得した。ガードナーは1938年から1940年までコネチカット女子大学で心理学の教授を務め、続いて1940年から1942年までマウントホールヨーク大学で心理学の教授を務めた。第二次世界大戦期。 ガードナーは1942年から1943年まで外国放送庁法局のラテンアメリカ科で勤務した。1943年から1946年まではアメリカ海兵隊に加わり戦略庁法局に配属された。ガードナーは初年度にワシントン DC で勤務し、続いてイタリアとオーストリアに派遣された。1946年、 ガードナーはニューヨークの研究機関カーネギーコーポレーションに加わった。ガードナーはカーネギーコーポレーションで1955年に社長となった。ガードナーは大衆教育による教育水準の向上に努めた。またガードナーは初等中等学校に対して連邦政府から教育援助を行うことを提案し大統領特別委員会を組織を働きかけた。 そして、ガードナーの定期により組織された大統領特別委員会は、教育に関する調査を行い、地域ごとの経済状況に基づいて、連邦助成金を配分すべきとの報告書をまとめた。この報告書は、1965年の初頭、中等教育法の根拠となった。1964年、ガードナーは教育への貢献を認められ、文民としての最高栄誉である。 大統領自由勲章を受賞した。ジョンソン大統領とガードナー保健教育副市長官1965年、リンドン・ジョンソン政権でセレブレズ保健教育副市長官が辞任したことに伴い、ジョンソン大統領は公認にガードナーを指名した。リベラル派共和党員であったガードナーは、就任直後から議会のリベラル派閥や NAACP 弁護支援財団からの難題に、 直面させられた。当時のアメリカでは教育と医療の一体化や公民権法の人種差別禁止条項を強化することが課題として挙げられていた。しかしながら保健教育副首相が消極的な対応しか取らなかったためガードナーは非難を受けた。ガードナーは社会の批判に応えるため1966年3月に連邦予算を 学校や病院に拠出する一連のガイドラインを作成した。加えてガードナーは1966年から1967年にかけて南部における人種差別廃止の度合いを調査した。そしてその調査結果に基づき、黒人や少数民族に不穏当な対応をしている学校を閉鎖する指針を示した。また病院や学校に対しては、 差別的な行為をする職員を解雇するよう求めた。ガードナーの保健教育福祉長官在任中、ジョンソン大統領の偉大な社会政策は国内政策の重点となっていた。保健教育福祉省は最重要課題として2つの法案を挙げた。一つは高齢者に一定水準の医療制度を提供するメディケア法案。もう一つは 貧しい学生の救済を目的として、初等、中等学校に連邦助成金を提供する教育法案であった。ガードナーは1989年からスタンフォード大学で行政学の教授を務めた。ガードナーは2000年前後から統合失調症を患った。そして2002年2月2日、ジョン・ウィリアム・ガードナーはカリフォルニア州パロアルトの自宅において、 前立腺がんに伴う合併症で死去した。ありがとうございます。